集結部隊、砲兵部隊などに対する火力戦闘や味方の普通科部隊、戦車部隊の戦闘を容易にするための火力支援を行います。特科部隊は広い地域に展開し、火力を集中して敵部隊や施設などを一瞬のうちに制圧することができます。陣地侵入の様子をご覧ください。最後に侵入してきた2門の火砲は、各火砲との射撃準備に要する時間の違いを確認していただくため、あえて遅れて陣地に侵入しました。はじめに現在広場に展開している各火砲についてご説明します。向かって左側の黄色で表示された火砲は 155mm 榴弾砲 FH70 で、陸上自衛隊の主力火砲です。その右側の青で表示された火砲は 203mm 自走榴弾砲で、陸上自衛隊が装備する最大口径の火砲です。これら2種類の火砲は、仮に現在地から射撃しますと熱海市付近まで射撃をすることができます。最後に侵入してきた火砲は救急式自走 155mm 榴弾砲です。この火砲は事故位置の標定、照準、弾薬の装填などが自動化されており、速やかに射撃準備を行うことができます。仮に現在地から射撃しますと伊豆半島の伊東市付近まで射撃をすることができます。自走15流攻略者4発、攻撃価格5505、射価格264、4回連続停車。それでは救急式自走 155mm 榴弾砲による地表面で破裂する着圧射撃をご覧いただきます。なお一番右側の火砲は車体を目標に対して真横に向けたままの状態で2門同時に射撃します。目標は三段山中央です。同じ火砲の中隊ごとに陣地を占領し射撃します。本日は会場広場の 203mm 自走榴弾砲および FH70 と、後方の陣地に展開している中隊主力もしくは大隊主力が射撃し、三段山に同時に弾着させます。はじめに 203mm 自走榴弾砲による集中射撃をご覧いただきます。耳栓はどうすんの？自走二重流、駐車用意、ステップ。見えた今、まだ。弾着！今！次に FH70 による射撃をご覧いただきます。特化部隊は通常5門の火砲を基準とする中隊、もしくは10門の火砲を基準とする大隊単位で射撃を行います。はじめに5門の火砲による中隊の射撃を行います。FH70 中隊攻略者、射撃よーい、
10門の火砲による大隊の射撃を行います。中隊および大隊の弾着状況の違いをご覧ください。F170 大隊攻略者出たよーい。続いて空中で破裂する栄火射撃および着圧射撃による弾道減重を行います。これは12門の火砲により8秒前から砲弾が飛んでいく弾道に沿って射撃し、1秒間隔で砲弾を破裂させることにより弾道を確認していただくための射撃です。二段山に向かって飛んでいく砲弾の弾道をご確認ください。こちら FDC 弾道減射撃発動。広場と後方陣地の合計21門の全火砲を持って二段山から三段山の上空で同時に破裂させる同時弾着射撃を行います。こちら FDC 対 TOD 英語発動。